すいません、ちょっとあの Wi-Fi がちょっと途中で切れちゃいました。すいません、あの SIM フリーなんて言うんですか、前使ってた携帯でネットがあの Wi-Fi ないと使えない方の端末で使ってるの、あのショールームしてるので、ちょっと Wi-Fi が途切れてしまいました。すいません、ただいま。あのボーナスどこまで聞こえていたのかわからないけど、全体で今のところ1位です。ありがとうございます。でね、そのボーナス抜きで計算するとすごい1位、あのダントツ、どれくらいでその言えるかわかんないけど結構差がある位置で、ボーナスがあったらちょっとボーナス入れた票数だと枚数だとちょっとあの僅差なんですけど、その前回が13位で今回が1位で、すごいさ、差を縮めるとかじゃなくてさ、もっと予想以上の枚数を皆さんが入れてくださったからびっくりしました。私は本当に、なんか本当にみんなすごいから、もしかしたら今回その全力で入れても1位難しいんじゃないかって思ったんです。だけど今回1位取れてよかったです。本当に皆さんありがとうございます。ボーナスが25万入りました。25万入ったよ、すごいよ本当に。ここで1位を取れたから1位に行けました。ありがとうございます。正直その13位だった時はみんな本気で入れてないっていうのを本当分かってた。その今までのねみんながやってくれてきた、やってきてくれたことを知ってるから、正直その13位だった時はあのみんなが本気で入れた枚数ではないっていうのをはこう理解しながら、またその第2ラウンドまでの日々を過ごしてました。でもまさかこんな票数枚数だとは思わなかった。予想を超えてきました。すごいです。うん、そうなんですよね。ここで一喜一憂してるとね、油断したら本当にやばいです。まだ今も13位、その第1ラウンドの時の気持ちでいます賢いですね。そうでしょうこんばんは、こんばんは。いや本当にみんなお仕事とか学校とかね、それぞれのこと本当にあると思うんですよ。それでね、みんながその合間とか合間があれば、時間さえあればやってくださって、頑張ってくださってるのを本当に感じました。すごく現れました、あの表枚数に現れています。すごいです、本当にすごいって思います。嬉しさで本当に安心した。もう嬉しいでしかない、もう嬉しい飛び越えて、うん。エミリーも美咲に投票してたよ、本当にありがとうねエミリー、嬉しいよ本当。
そうショールームで、あのエミリーがショールームさ恵方巻き食べてる時にしたしてたじゃん。その時にさ頑張れみたいな言ってくれてさ、本当に持つべきや、そのそういうね友のことを応援してくれる友ですね。ありがとうね、愛が強い本当に、うん。ありがとうございます。そう生誕祭もねかぶってたからね。そうそうそう、やっぱその私のファンの方はたくさん私の生誕祭ということで公演来てくださったと思うから、その分ねやっぱその公演中はラビリンス触れないということで、ちょっとその差がね開くかなっていう感じはあったんですけどね。え本当にいやもうすごいとしか言いようがない。もう本当にありがとうございます。あちょっとあの切れたんですけど、はい、あのブレーカーが落ちましたということで、あのホラーになってます。ホラー、すごい申し訳ないです。真っ暗でびっくりしたね、びっくりしたね。停電じゃないです、多分いろいろ使いすぎてブレーカーが落ちたって感じです。そう夜ご飯とかのね時間だから、お今一瞬ちょっと、あ、ついた。あでもなんかこの光やった方がなんかいい感じに見るね。まあ消すんですけど、ました。もうどこまで話したか分かんなくなったけど、みんながすごいっていう話です。本当にねびっくりしたね。オカルト部始まってませんということで、まあそうこんな風に予想外なことが起こるのがラビリンスです。はい、生誕祭の時にラビリンスに対する気持ちを伝えてくれたからもっと頑張ろうと思えて、本当ですか、伝えてよかった、自分のありのままの気持ちを。なんかやっぱり私は争い事が本当に嫌で嫌いで、本当言うならメンバー内で争うっていうのはすごく嫌なんですね。だけどまあ争わなきゃいけないっていうのはしょうがないとして、そういう争いたいっていう気持ちでやってるんではなく、なんか誰々に勝ちたいとかじゃなく、まあそういう風になってしまうのは当たり前なんですけども、誰々に勝ちたいとかじゃないんですよね。自然とそうなってしまうけど、私的にはセンターになりたい、一になりたいっていう、誰々に勝ちたいとかそういうんじゃなくて、やっぱりまたもう一度センターという場所に立ってパフォーマンスして、みんなにね素晴らしいねって思ってもらいたいし、その姿を見せることがなんか10年間やってきて、またファンの方に教えてよかったって思ってもらえる機会だと思うので、今回は、うん、そう3度目の正直で1位を取りたいです。こんばんは、こんばんは。あのセンターをいただく機会は本当初期の頃たくさんあって、もうそれすごいねありがたいことじゃないですか。でもやっぱり物にできていなかったっていうところがあって、でも
今はなんかその時よりはパフォーマンスにも自信がついたし、自信を持ってセンターに立ちたいって言えるくらいの、うん、なんだろうな、レベルにはこう慣れてきたのかなって。やっぱりね、センターに立つからにはいいパフォーマンスを見せないといけないなってずっと思っていながらも、その初期の頃はね、あんまり頑張れてなかった、うん、センターらしくできていなかったと思うので、センターリベンジみたいな感じです。今回またセンターに立ってみんなに見てもらいたいっていう気持ちがあります。やっぱその頃に好きになってくださったからからしたら方からしたらなんかエモい気持ちになるんじゃないかなと思います。あんなに、自分で言うのもあれだけど、あんなにね自信なさげで小さくて幼い子だったのに、成長してまたセンターに戻ってみたいな、なんかね、ストーリー性がある。生誕祭でスピーチ言う時もやっぱ周りにメンバーがいるっていうことで、そのメンバーたちがね、そういう位置になりたいとかやったらどう思うのかなっていう気持ちもすごいあったんですよ。だけど何もね、気持ちを、胸の内を言わないのはなんかね、すごい気持ちをぶつけて来てくれるみんなに申し訳ないと思ったから、胸の内を話してみました。うん、やっぱり本音を出すのっていいことあるのかなって、こう人生の中で思っ、その、まあ、今まで生きてきてそう思うようになってしまったところがあるので、なんか本音を言うのはあんまり得意じゃない方になってしまってたんですけど、ちょっとね、久しぶりに本音っていうか心のもうちょっと詳しい部分を話そうって思いました。本音を知られるのって怖いじゃないですか。やっぱりそうじゃないのになっていう捉えられ方をしたら、本音を言った意味がなくなるし、せっかく本音をね出したんだけど、そうやって捉えられちゃうんだって悲しい気持ちになるから、なんか難しいけどちょっと出してみようかなって思いました。うん、言わなすぎもみんながね嫌な気持ちになるかなって思ったから。さらけ出すのって勇気いるよね。そう、本当にそう。どう思われるかなってすごい気にしちゃうタイプだからさ。大人になったねって、ありがとう。やっぱね、小さい頃から見てくださってる方はなんかしみじみした気持ちになるんじゃないかなって思います。どうなんだろうね、悲しい寂しいのかな、そう大人になるのって。
どんな気持ちなのかな。うちに秘めた熱い気持ちがある人だと思う。うん、言ってないだけよ。みんなもな熱い気持ちはある。そう、なんかうちに秘めた熱い気持ちって言われると、言う表現って結構さ、なんかなんだろうね、得するじゃんこっちが。いい言われ方じゃん。うちに秘めてない人もうすごく熱い気持ちで走ってると思うし、うちに秘めたままの人も熱い気持ち持ってるし、なんかどっちも熱い気持ちは変わらないと思うんだけど、なんかうちに秘めてる方がさ、すごいね、いい人感出るからさ、なんかそう言われると申し訳ない気持ちになるのよね。ただうちに秘めちゃってるだけなんだけどなっていう。本当に逆に熱い気持ち出してくれてる人の方が、うん、すごいって言われるべきなんですよ実は。なんか言いたいこと伝わってるか分かんないけど、なんか分かります、こういう感じ。こんばんは、こんばんは。でもやっぱりね、すごく迷いました。後輩がね、これからっていう後輩の子たちが一つでもね、多くチャンスをつかめる方がいいのかなと思って、どうしようかって迷ったし、もう他のことでもいろいろ悩みましたけど、うん、こんなにもみんなが熱い気持ちで応援してくれてることを再度知ることがまたできたので、すごいいい機会だったって思うし、挑戦してよかったって思います。例えば言い出さないと永遠にサボテンしかやれない。本当にネタにしてくれてよかったよね、本当周りのメンバーが感謝。だってさ、いじってくれなかったらさ、なんかすごいサボテンばっかしって拗ねてる人みたいになっちゃってたけどさ、周りがそうやって面白い感じで言ってくれるからこそネタっていう感じにして言えたもんね。他のユニットもやりたいみたいなこと、なんか耳かきした方がいいのかな、すっきり見える、こうやってした方が短くも見えるっていう。かけない方がいいか。でも最近この髪もなんか扱い慣れてきました、いい感じ。でもない方がなんかすっきり見えるけど、でもなんか特殊なヘアであまりいない感じで。そう、なんかプリキュア最近始まったワンダフルプリキュアの子に、こう髪がね、もうまんまこれ、こんな髪の子がいるんです。だからすごい親近感湧いて、あ、絶対見ようって思ったんです。途中から見るとかさ、結構話わかんないとかなるけど、もうほんと最近、そう、私の生誕の日だったんですけど、その日に始まって、ね、日曜日にね、録画していこうと思ったのに忘れてて、1話目見逃しました。でもどっかで見れると思う、TVer かな、であってた気がする、TVer だった気がする。
からちょっと1話目逃したんで、2話からは録画してみたいと思います。すごい可愛いの、なんか猫とかに変身するみたいな、ね、逆だ、猫が変身する。あ、インスタグラムいいね教えました、ありがとうございます。そう、今日ずっとね投稿しようと思ってたんだけどね、なかなかそのゴールデンタイム、いい時間に投稿できる時がないなかったし、どの写真のせようかすごい選別していて、ちょっと遅れました、すいません。でもチームラボめっちゃ良かった、絶対行った方がいいです。なんか体験型って感じだから楽しめます、めっちゃなんか運動にもなる気がする、うん、結構体力使えますよあれ。そう、ゆなちゃんと言った、ファンが一番嬉しいのはみゆちゃんが心の中の声を出してくれたことなんですよ。よかった、心の声出してうん、自分が、私が救われます、そう言ってくれると本当にありがとう。悩んだ上でも出れてきて話してくれて嬉しかったよ。いや、この決断にしてよかったって思わせてくれるみんながいるから、今こうやってなんか嬉しい気持ちで過ごすことができています。こちらこそありがとうっていう感じ。ダンサーでみるんちゃんのことずっと応援しててよかったって思ったよ。そんなこと言ってくれるの嬉しい。なんかさ、画面上ではいいと思ってもさ、実物見たらなんか、みたいなさ、思われたらどうしようとか思うのよ。なんか今度会いに行きますみたいに言われた。でもそうやってね、変わらず好きでいてくれて嬉しい、本当に。意思がすごく伝わってくる、よかった。ね、熱い感じを出すの苦手だけど、うん、本当はねいろいろ思ってはいます。でもなんかそれをさ、いい、なんかさらけ出しすぎるとさ、マイナスな方に行ってしまうこともあるかもしれないと思うから、なんかこう、これからも探り探り選びながら、言葉を選びながら発信していけたらいいと思います。久々、声久々初めて聞いた。うん、1位になったらラビリンスに感謝しつつ、虹色が仮面のコスプレをする。え私が私がそれは私がでしょうか。ちょっともうちょっと可愛いのにしません？藤子とかにしません？現役だから後輩に譲ることはないと思う。確かにね、だって11年目ってこう芸能界広く言えばさ、まだまだだもんね。なんか芸人さんとかでもまだその10年目11年目とかでまだなんていうの、 なんていうっけ、次世代とか、次世代なんだろう、下っ端なんていうんだろう、なんていうっけ、なんかそういうなんかさ、まだまだ若い分類になるじゃないですか。だからそう、確かにまだまだ、うん、まだまだその欲は出していい年数ではあるね。まあその広く言えばだけど、ここではまた違うかもしれないけど、うーん、 HKT のバラエティクイーンを見るんじゃないと思ってます。いやそんなことない、そんなことないですよ。でね、面白くないですよ、つまらない人間ですよ本当に。私はずっとねねちゃんですが、4年前の CM 選抜本当すごかった。あー確かに、
もうほんとね、油断した方が負けって感じだよね。油断っていうか余裕を感じてしまった方が負けっていうか、最後まで気が抜けない。関ちゃんらしくこれからも頑張ってほしいよ。ありがとう。私らしく見させてください。やっぱり自分らしくいて人気になるのと、自分らしくないくて人気になるのってやっぱ心違うと思うんですよね。やっぱりどこかなんか違うな、自分じゃないなってどんどんきつくなってくると思うから、その自分で生きるのが一番だし、作った自分で人気じゃなくか人気にならなかったらそれはそれですごい嫌だし、でも自分の好きな自分でいてそれで人気になれなかったら、まあ人気になれないのはすごい嫌だけど、それは人気になりたいけどそうね、自分らしく入れたら人気になれなくても、なんかこう自分が決めたことだからって思えるよね。何時まで配信する？あの次の神エリアが22時からなんで、22時前には終わりたいと思います。でもそろそろかなっていう感じです。なんかコメントいっぱいねくれるからね、一つ一つ読んでたらいっぱい話しちゃって全部読めていない今。TVer で明日の朝8時半まで配信中？マジ？じゃあちょっと見なきゃじゃん。8時半までには見ます。8時半までに読みます。ペンダントつけてる。ペンダント、あのプレゼントの、こんなに人のことで喜んだの初めてってくらい今日は嬉しかったし、もっともっと頑張ろうと思えたよ。ありがとうね、本当に一緒に喜んでくれるのが本当に一番嬉しい。同じ気持ちでいてくれるのが一番嬉しい。公演の時に着た天使 T シャツめっちゃ目立つよね。わかる、めっちゃ目立つよね、あれ習字のやつね。美咲ちゃん好きだよ、ありがとう。美咲もね好きよ。みんな本当にいつも感謝しかない、ありがとうございます。みーちゃんの選択曲が素敵、ほえみブルーベリー、僕だけの音懐かしい、ね、今日までずっと大好き、ありがとう。あ、今日までずっと好きでした、ごめんなさい、なんか勝手に大好きって言っちゃいました、ごめんなさい。ラルも思い出すよね。ね、思い出す、本当に。あの時もね、もう一日中やっててさ、おかしかったよね、頭。みんなね、みんなおかしかったのよ。私も、ファンの皆さんも、もう、おかしいのよ。すごすぎ、みんな。なんでそんな、見に来てくれるの？すごいね。いい意味のおかしい、うん、いい意味で狂ってます。ほんとすごい、誇っていいと思います。京子さん、美咲ちゃんに、ああ京子、うん。こちらこそ美咲ちゃんに感謝いっぱいだよ、ありがとう。なんかそうやってね、感謝の気持ちがあるよって伝えられると、そんなことない、逆に私が感謝しているって思うんだけどね。
今日まで大好きって怖いよね。いや本当に怖い。うん、どうしてそんなに好きでいれるのっていう、すごいよ。うん、もう自分すごいって思っていいです。すごいです、本当に。今めちゃめちゃミルンちゃんに会いたいね。そうね、会える機会がいつなんだろうね。次はオンライン握手会17、18、あとは公演だったりコンサートがもうすぐですね。うん、やっぱさ、こっちから会いに行けないのがね、もどかしい気持ちだよね。だからみんなには会える時に会いに来てもらいたい、会いたいと思った時に会いに来てほしいって思います。最後の一撃のタイミングで奥義って読む、これ発動するから今じゃないよって突っ込んでる。え、めっちゃわかるよ、めっちゃわかる。今じゃないって思う、わかる。一発目でお願いしますって、すごいわかるよ。おかしくないとオタクやってられない。みんな、うん、みんな狂ってる。オタを推しに見るって、うん、もうみんな狂ってる。今年こそは美咲ちゃんに会いに来たらいいな。うん、待ってるよ。私はいつでも待ってるよ。みるんちゃんが一番落ち着く。ありがとう、落ち着く場でいてもらえて嬉しい。うん、落ち着く存在にしてもらえて嬉しいです。皆さんにね、癒しを、なんか刺激じゃなくて癒しを与えたいですね。関東は4月のリアルお話し会楽しみにしてるよ。ありがとう。リアルね、4月ってことはもう決まってるからね、 CM 戦とかも。怖いね、ドキドキします。うん、これからもみるんちゃんとさくちゃんをして頑張ります。そんな、あんな素敵な方と一緒に押してもらえて嬉しいです。ありがとう、頑張ります。ラルムの奇跡はみるんちゃんの素直な気持ちがみんなに伝わったからだよ。ありがとう。そうやってね、その頑張りを答えてくれるみんながいるっていうありがたさ、本当に感じています。あ、奥義か。奥義って全然奥義でした、すいません。 TikTok で踊ってるかっこいい姿も好きで、ありがとう。もうダンス頑張ります。私はダンスは字は上手じゃないんです。なんていうの、基本は上手じゃないんですよね。何度もこう練習を重ねないとうまく踊れないから、なんかさ、ダンス覚えただけでこううまく踊れる人っているじゃないですか。もうそれになりたいんだけど、なんせダンスを習っていなかったから、え、この動きを初めてするんだけどみたいな。11年目にしてまだあるんですね、この動きやったことないぞ、どうやったらかっこよくできるんだみたいな。これちょっとまた研究しつつ、鏡見て研究して頑張りたいと思います。みんなにね、かっこ悪い姿を見られたくないので頑張ります。なんか褒められるとハードル上がるからさ、なんかダンス苦手な子っていうさ感じで、もうそれずっとさ思ってほしい。なんかそしたらさ、え、うまいじゃんってなるじゃん。最初からさ上手って思ってたらさ、なんかハードル上がってさ、あれ、なんかこんなだっけってなるじゃん。
44分か。もう少しで終わりましょうかね。みるんちゃんもトリプル S も大好きだから踊ってくれて嬉しかったよ。嬉しいです、ありがとうございます。ちょっと今の私キモかった、ありがとう、嬉しい。うん、なんかその踊ってる曲のファンの方に見ていただくとさ、やっぱり本気を見ている、本気を知っている方だからすごいね、やっぱ比べることになると思うんですよね。すごいハードル上がるんですけど、でもそういう方にも見ていただけて、なんだろうな、ちゃんとひいきとかの目で見ないでくださる機会、あ、貴重な方なのでね、嬉しいですね。美咲ちゃんが担当するポジションって移動とかめっちゃ多くて大変そうで、いつもすごいなと思って見てる。本当？そう、なんかめっちゃね、あの移動多いとことかねあるんだよね。ダンス自信持って大丈夫だよ。本当？ありがとう。そろそろ終わろうかね。みるんちゃんも HKT の本気だよ。確かに HKT の曲踊るってなったら本気だけど、他の方の曲を踊るってなるとやっぱそのその曲のファンの方、本気の方のファンの方に見られる機会を、まあ、機会がね、もう自ら増やすことになるんですけど、それってすごいさ怖いことなんですよ。やっぱり本気だなとか、やっぱ本気すごいから、それを見ている方に見てもらえ、見ていただくってなるとすごいね、やっぱ厳しい意見とかあると思うんですけど、でもまだそこまでいけてないので、あのバズったりしたら多分すごいそういうね比べるコメントとかもあると思うんです。けどそういうところまで見て、そのバズってそういうところまで見ていただけるくらい行きたいですね。YouTube とかで踊ってみたとか歌ってってみたとか出してみない。そう、 YouTube はね結構自由にできなくてですね、そうやっぱファンの方のお便りなんていう要望とかが、やっぱそのファンの方の声がやっぱり一番大事になってくるかなと思うので、よろしくお願いします。やっぱ自主的にやれる TikTok とかはこう簡単に撮れたりするんですけど、そういうね大人が関わってくるコンテンツっていうのはメンバーの意思があるだけじゃ難しくてですね、ちょっとやっぱ簡単にはできないので、ファンの方の声が一番大事です。よろしくお願いします、私たちのためにも。あ、僕のお気に入りシーンは空耳ロックのライブでみーちゃんが花ちゃんとハグ、 HKT で僕の2人の推し、あ、そう花ちゃんとねこうトゥントゥントゥン
ってするの2番にあるんですけどね。そう、そこがね確かにいいね。じゃあそろそろ終わりたいと思います。あ、危ない。ランキング見ますね。13位タコ、ん、なんだこれ、これ合ってんの、ちょっと違うね。え、何これか。13位タコミンさん、12位ミャオイさん、11位タケシさん、10位クロさん、9位ダイスさん、8位ユルンさん、7位シュンさん、6位タダタンタンさん、5位トシカツさん、4位お茶っぱタイム、今日も元気にハッピーさん、ビさん、野菜ミルンクラゲさん、2位一郎氏さん、1位マットさん、ありがとうございます。今日もありがとうございました。ミキューだって嬉しいね。はい、もうすぐカメリアタイムです。頑張りましょう。自分の誕生日にショールームしてくれるなんて最高の誕生日になって、ありがとう、ありがとう。お誕生日おめでとう。はい、楽しい時間を過ごせていたら嬉しいです。ラビニス気を抜かずに頑張りましょうね。しよう頑張りましょう。それでは皆さん体調には気をつけて頑張りましょう。うん、体調、体、心、全部整えた上で頑張りましょうね。やりましょうね、うん、もうみんなすでに頑張っています。ありがとうございました。じゃあ終わります。バイバイ、またね。